本日の暗号通貨ニュースでございます。なんとね、悲しいニュースなんですけども、 IOST が取引停止になっていくということでございます。とりあえずはね、コイントレードという取引所交換所からの停止なんですけども、これコインチェックなどでも取り扱われていましたよね。これもしかしたら全ての日本国内の取引所交換所から IOST が廃止になるかもしれませんね。ちょっと見ていきましょうか。いつもコイントレードをご利用いただきありがとうございます。メンテナンスのため以下の期間で IOST のお取引及びステーキングの申し込みを停止しますということで、一時的なものであればいいんですけども、 IOST ちょっとね、不穏な噂も出ているんですよ。で、コインゲコについては IOST、 これに対してね、ネガティブなそんな情報ってのはあんまりないんですよね。ご覧いただいているように価格が 0.7522 円でしょ。まあ一時期に比べてだいぶ下がったとは言っても、そうですね、24時間の推移ってのはご覧のようになってましてね、まあ 0.72 から 0.755 のあたりで推移してるかなってとこです。これをね、1年にまとめてみると、まあ2円に行ってた時期があるのにだいぶ下がったなっていう印象はあります。で、マックスしてみますね。で、もともとは14円ぐらいの高値のところからどんどん下がっていって8円前後になり、まあ今はね、1円も値がついてないってことで、結構ね、ピンチではあるんですけども、それなりにまあ人気のコインと言ってもいいのかなと思います。もちろん出来高はね、下がりましたけどもね。で、ニュースの方見てみますね。 IOST の購入の場所、そういうのはまあ私たちは日本国内ですから、まあそんなに難しくなく買うことができます。で、1日の取引量、史上最高値、それから史上最安値。最安値は 0.1685 なんで、まあこの時期はね、かなり肝を冷やしたと思います。で、最高値っていうのは14円少々なんで、まあ10円前後でいれば、なかなかね、腰の落ち着いた価格なのかなってことですけども、今は1円すらつけてないですからね。で、IOST の完全規約化後評価額はいくらですかってことなんですけども、まあこれはね、いろんな見方があるんで、そのうちの一つということではあるんですが、まあ IOST の、IOST じゃないや、IOST ですか、IOST の価格パフォーマンスは他の通貨と比べてどうですかってこと、これもちょっとチェックしていきたいんですけども、パフォーマンスはね、ちょっと下がってるってことなんですよ。まあつまり IOST はちょっとね、見放されそうになっているコインとは言えますね。最後になりますけども、仮想通貨の IOST についてのネガティブなニュースをちょっとまとめておこうかと思います。今までもね、様々報じられてきたんで、私自身 IOST にはあまり前向きではないんですよね。で、まずは技術的な課題ってのがあります。スケーラビリティの限界っていうのが来るのと、セキュリティに関する懸念ですよね。コンセンサスメカニズムの課題っていうのもまだ解決されていません。2つ目、プロジェクトの運営に関する課題、これが大きいんですよね。まあ、開発がかなり遅延してるってことで、技術者が流出してるんじゃないかなというふうに私は考えています。それからコミュニティとのコミュニケーション不足です。これも大きいんじゃないですか。 IOST の情報について積極的に知らされてるっていう時期ではもうなくなってきてますもんね。それからチームメンバーがコロコロ入れ替わってるってことです。それが全て市場価格に変動をもたらして、あんまりいいニュースになってないのかなっていうところと、あとやっぱりね、競合との比較ですよ。あのコイン月光をリサーチしてくださってる皆さんならお分かりだと思いますけども、毎日新しい暗号通貨が出てくる中で、既存の通貨を押しのけて自分の地位を作ろうとする後発組の通貨っていうのがね、結構優秀なものが多いですから、そういった意味で IOST はこれからどんどん求められなくなってくるんじゃないかなと思います。最後に音声で読み上げますので、そちらの方もチェックしてみてください。それでは、 IOST に関するネガティブなニュースは様々な形で報じられてきました。主なものとしては以下の点が挙げられます。1、技術的な課題、スケーラビリティの限界。 IOST は高いスループットを達成することを目標としていますが、大規模なトランザクション処理においてスケーラビリティの限界が指摘されることがあります。セキュリティに関する懸念、すべてのブロックチェーンプロジェクトと同様にハッキングやセキュリティ侵害のリスクが常に存在します。 IOST も例外ではなく、過去にセキュリティに関する問題が指摘されたことがあります。コンセンサスメカニズムの課題、
IOST が採用しているプルーフオブベリーバビリティ OB というコンセンサスメカニズムはまだ新しい技術であり、その安定性や安全性について疑問を呈する専門家もいます。 2. プロジェクトの運営に関する問題。開発の遅延、ロードマップに記載された開発スケジュール通りに進まないことがあり、投資家から不信感を抱かれることがあります。コミュニティとのコミュニケーション不足、開発チームとコミュニティ間のコミュニケーションが不足しているとの指摘があり、透明性の欠如が問題視されることがあります。チームメンバーの変動、チームメンバーの入れ替わりが頻繁に行われることでプロジェクトの安定性に疑問を持つ投資家もいます。3. 市場価格の変動、価格の暴落、仮想通貨市場は非常に変動が大きく、 IOST も例外ではありません。過去には価格が大きく暴落し、投資家に大きな損失を与える事態が発生しました。市場操作の疑い、一部の投資家や取引所による市場操作の疑いが浮上し、投資家の不信感を招くことがあります。 4. 競合との比較、他のプロジェクトとの差別化。 IOST は他の多くのブロックチェーンプロジェクトと競合していますが、独自の強みを明確に示せていないとの指摘があります。技術的な優位性の喪失、IOST の技術が他のプロジェクトに追い抜かれる可能性も指摘されています。これらのネガティブなニュースは必ずしも IOST が将来性のないプロジェクトであることを意味するわけではありません。ただし投資を行う際にはこれらの情報を参考に慎重に判断する必要があります。 IOST に投資する際の注意点、最新の情報収集、IOST に関する最新ニュースや開発状況を常に把握するようにしましょう。リスクの理解、仮想通貨投資には高いリスクが伴うことを理解しておきましょう。多角的な情報収集、さまざまな情報源から情報を収集し、客観的に判断するようにしましょう。専門家の意見を参考に、必要であれば金融のプロフェッショナルに相談することも検討しましょう。免責事項、上記の情報はあくまで一般的な情報であり、投資のアドバイスではありません。投資に関する最終的な決定はご自身で言ってください。より詳細な情報を知りたい場合は以下の方法を試してみてください。 IOST の公式ウェブサイト、最新の開発状況やロードマップが掲載されています。仮想通貨関連のニュースサイト、コインデスク、コインポストなどの専門サイトで IOST に関するニュースを検索できます。ソーシャルメディア、ツイッターやテレグラムなどのソーシャルメディアで IOST コミュニティに参加し、他の投資家と意見交換をすることができます。仮想通貨フォーラム、レディットやビットコイントークなどのフォーラムで IOST に関する議論に参加できます。ご自身の判断で投資を行い、自己責任のもと資産運用を行ってください。